こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はラーメン屋のご紹介です。中華そば西野さんについてご紹介したいと思います。はい、あのね、本郷三丁目のラーメン屋さんといったら中華そば西野、一番有名かなと思います。はい、ラーメン通の方はね、行ったことがある方もいらっしゃるんじゃないですかね。はい、中華そば西野さん、はい、こちらですね、ね、煮干しのお出汁の効いた中華そばがもう有名ですよね。はい、あとはね、ワンタンなんですよ。エビワンタンとかね、肉ワンタンがね、オプションでつけることができるんですが、もうそのワンタンが本当に絶品なんですよ。はい、必ずね、ワンタンつけてくださいね。はい、でね、本当ね、女性に愛される味ですね。はい、ね、ストレートの細麺でお上品なお出汁を感じる、はい、中華そば西野さんですね。はい、ね、弓矢さんからね、徒歩3分ぐらいですかね、もう本当に近くにね、こんなに名店があるなんて嬉しい限りなんですが、はい、ね、私もね、行くときはね、結構ね、時間帯を間違えると本当に待ちますので、はい、ちょっとね、12時前後はね、行かれる場合はね、ちょっと気合を入れてね、いらっしゃっていただければなと思うんですが、はい。で、ちょっとですね、中華そば西野さんについて調べたら、もともとは世田谷にあるラーメン小池の社長さんが2号店として出されたお店なんですね。はい、しかもね、西野の名前の由来が、乃木坂46が好きだからというのでね、西野にしたということで、結構ね、そういう、ね、調べてね、気づくとね、面白いですよね。はい。ということでね、長くなってしまいましたが、今日は、中華そば西野さんについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。